それでは続きやっていきたいと思います。今回はとりあえずサイドミッションとかをやってお金を稼いでいきたいなと思ってます。可視化のサイドミッションここにあるけど、こいつのやってみようか。一旦なんかあるかな。何か仕事はあるか。Need a hand with anything? I'm glad you're here. As a matter of fact, I do. A bunch of diggers who used to bring me all sorts of useful stuff have gone off the radar. I'm feeling a little uneasy about it. Suddenly, レーダーから消えてしまってね、ちょっと嫌な予感がするんだよ。何が起きたんだ。ディーガーってなんだ。What kinds of people are these diggers? Where stalkers go out looking for artifacts, diggers look for junk, gear, old electronics, like dead stalkers' BDAs. They can lead you to stashes full of useful loot too. They peddle their junk on the mainland, sometimes here in the zone. I can always use spare parts, so I work with those guys sometimes.じゃあやってみようか。Where should I start looking? I have the coordinates for their last outing. I told them to stay away from that tunnel. I knew it was a bad idea. There were four of them. Max Saturday, Bedlam, Vassapunk, and Mastiff, their leader. Okay. マスチーフの一団が最後逃げた場所に行く。どこに行けばいいんだ。ここ下に下がっていく感じだね。 OK 行ってみよう。こっちに行くのかな。そうだね、こっちをまっすぐ行く感じだ。 OK。 またジョークの時間やってるね。まっすぐだね、多分。そうだね。この辺りでも敵とかいんのかな。やっぱ昼間はいいね。昼間見やすいね、だいぶ。向こうにもなんか建物あるね。建物みたいなのが。車かな。ああ、この辺にもあるね。で、まだまっすぐかな。もう少し行く感じだね。 OK。ここにもなんかあるよ。いやー、お金稼ぎたいね。お金稼いでちょっと武器を強化していきたいね。じゃないと大変そうだね、戦うのが。戦闘が特に多いからね。戦闘が多くなるとやばいからね。強い武器が欲しいな。もう少し先だね。なんか向こうにも建物いっぱいあるね。何の音だ。こっち行ってみようか。森の中。池みたいのがあるね。この中ちょっと見てみようか。アイテムとかあんのかな。向こうは扉があるね。こっちの方ってこと。あ、そうだね、ここなんだね。じゃあその前に一旦
っち見てみようか。お、なんだ、敵がいるよ。うわ、こいつか。マジでやばいな、こいつ。やばいやばいやばい。またこいつと戦うのはちょっときつい。なんだ、なんか他にもいんのか。やば。え、なんかネズミいるね。マジか。あ、もう上がれないんだ、ね、じゃあしょうがない。ロック中。じゃあ進んでってみようか。うわ、マジか。大丈夫、大丈夫。この人だいぶ悲惨なことになってるけど、あんな死に方やだね。お、なんか向こうにモンスターいるけど、アイテムもあるね。なんだ、何の音だ。なんかビリビリいってるね。血がすごいあんだけど、大丈夫か。血は何もない。あは、マジか。なんか反応するかな。やばいね。いた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 。マジか、やばいぞ。なんかあそこにアイテムあるんだけど、関係ないのかな。関係ないか。うわ、やば、やばいぞ。ちょっと一旦回復しようか。やばいね、この辺電気がかなりあるよ。とりあえず進んでいこう。こっち、なんだ、誰かいるね。ネズミがいいんじゃん。マジか、死んだか。肉片飛び散ったね。ここはなんだ、なんかあるよ、なんかあるけど、大丈夫か。これ危険そうだね。お、アイテムだね。頭に倒れてきたの、これマジか。これなんか投げないといけないのかな。あ、そうだね。オッケー。うわ、なんだ、動いてるよ。マジか。お、こいつ生きてんじゃない、もしかして。回復。大丈夫か、お前。まず一服ね。オッケー。Fuck. All that just for some loot? これだね、レンズに取られた。Glenn sent me. He said he lost contact with your group. I'm glad he still cares. You gotta help me, man. Rescue Mastiff.That monolithian killed everybody, then took Mastiff away. 手伝おうか、じゃあ。Sure, I can help. Do you know where the monolithian took Mastiff?
gotta be in the cursed apartment building. There's a lot of nasty rumors about that place. Here, I marked it on your PDA. Good luck, man. Okay. ここは他に何もないのかな。うわ、これ何？モンスター。こんなん見たことないけど。こいつやばそうだね。エイリアンじゃん、もう完全に。こっちか。で、ああこっち行くんだね。オッケー。ここ出ないといけないんだけど、こっからは出れないな。出れないっぽいね。ん？どうやって出んだじゃん。こっから出れんのかな。これはなんだ。関係ないか。じゃあ戻る感じか。それっぽいね。じゃあ戻ろうか。うわ、食らった。なんだ。ああ、間違った。間違った、完全に。腹減ってるから、食おうと思ったんだけど。で、ここもなんかできんのかな。ヒューズを取り付ける。おう。ああ、さっき取ったやつね。で、どうなんだ。なんかライトとかついたのかな。ここにライトついた感じ。ああ、ドアが開いたのか。オッケー。こっちはなんだ。ここも誰か死んでるよ。新しいメモ。お前が正しかったよ。ゾーンはクソみたいな場所だ。俺が最初に到着したのに、もう他に生き残ったやつはいない。お前との思い出に乾杯しよう。高熱放射に奪われるお宝も PDA も何もかも。ああ。OK。じゃあこっち行こうか。お？なんだ？なんか聞こえるよ。おっと。お宝の山じゃん、これ。もしかして。なんだ？ネズミいんじゃん。マジでびっくりした。いいね。新しいハンドガン手に入ったね。マスクもあるのか。で、これは OK。 とりあえず全部持っていこう。で、ここ行く。でもこれ上がって出れんのかな。ここ出口かと思ったら違うみたいだね。ジャンプして上がれなそうだもんね。こっち行ってみようか、じゃあ。その前に、さっき手に入れたハンドガンは、ああ、こっちの方が強いね。ちょっとダメージ少ないけど精度がいいね。これ使ってみようか。マスクは、ああ、物理防御ないけど、電気とかに強いんだね。これちょっと装備しとこうか、じゃあ。どうすりゃいいんだ。こっちとか行けないよね。
けないね。こっちも行けないと。うん、どっから帰ればいいんだ。じゃあこっちになんかあんのかな、出れるところ。ここからジャンプしていけるとか。違うね。危な危な、こいつやばいよ。これ足もしかして。すごいのいるけど、内臓丸出したしね。いやー、それよりもどうやってどっから帰ればいいんだ。こっちからも、あ、開いたね。こっちのドアが開いたね。オッケー。あー、さっきフューズが必要だったからかな。オッケー。で、出れたね。よし。それで、ここか。結構遠いな。結構遠いな。どうやって行こうか。ここにもなんかあるよね。これなんだろうね。できれば直線で行きたいね。こっちの方向かな。そうだね、この辺りまっすぐ進んでいく感じだね。なんだ、ここにもなんかあんのかな。なんかあるね。ああ、あそこか。ここさっき下にいたところか。なるほどね。で、こっち進んでいく感じね。ここはあのモンスターいたんだよね。見えなくなる。やばい、バレたか、もしかして。バレたっぽいね。やばいぞ、こいつは。ちょっと逃げよう。ああ、ここか。ここか、ここか。わかった。来てるね。やば。逃げろ。こっちはなんだ。ここにもなんかあるよ。あ？なんだ、ここ。やばいやばいやばい。ちょっと一旦逃げるか、こんなに。いた。あ、死んだ。マジか。死ぬんだ。ちょっとあいつ厄介だから。ちょっと違う方向から行こう。こっちだな。下に降りてって。で、こっちから行こうか。そうだね。なんだ？ここなんかあんのかな。火がついてるけど、人がいたのかな。壊せない。へえ、結構でかい湖だね。なんだ、あそこになんかいる。バードウォッチングしてんのかな。何してんだろう。こいつ何してんだ。Hey, man. 最近どうだ。Rads, pills, it's all nasty chems. But a glass of good old vodka is the real remedy. だろうね。See you. すげえ。綺麗だね。で、こっちの方だね、多分。
なんかいるかな、敵とか。すごいでかい重機みたいのがあるね、たくさん。ああ、なんかこの辺で栽培とかしてたのかな。ひまわりがたくさんあるね、この辺。ああ、やばいよ。この辺なんかやばそうだよ。敵ないよな。こっちはあんまり行かない方が良さそうだね。なんだろうね。で、こっちかな。これだね。ビール飲む、とりあえず。うわ、すごい夕日。やばいね。一面がオレンジだね。で、こっちかな。誰もいない。OK。ここなんかやばいよ。上に浮いてるよ。気になるな。ちょっと遊んでみたくなるね。あ、これね。OK。なくなってもなくなってもまた出てくんだね。いいね。で、向こうにもなんか建物があるね。あれはなんだ？あそこにもなんかあるね。方向的にはこっちだね。ここはなんだ？なんかいんのかな？ちょっと見てみようか。もしかしたらアイテムがあるかも。なんか家のマークがついてる。誰だ？俺が先に来たとか言ってるね。誰かいるんだな。あー、そこにいるじゃん。うわ、撃ってきたね。なんだ、撃ってきたよ。なんかあんのかな、ここ。別に殺すつもりなかったんだけど、しょうがない。撃ってきたら、できたら打ち返すしかないね。なんかあんのかな、この辺。寝床があって、特に何にもないのかな。特に何もないね。ただの家だったのかな。かわいそうなことしたね、ちょっと。別に殺すつもりなかったからね。オッケー、じゃあ進んでいこうか。向こうもちょっと見てみたいよね。なんかあんのかな。今の現在地はここ。ああ、そうだね、ここになんかあるね。ちょっと一旦寄り道して見に行ってみようか。あった。これすごいね。これちょっと気になるね。これも誰かの家なのかな。誰かいる？
いない。上がれそうだね、こっから。なんだここは。なんかアイテムがあるね。置き手紙。52日目、患者は回診中に呼吸困難、脱力感、頭痛を訴えた。ほぼ全ての症状で血圧上昇を確認。標準的な検査では正常な結果が得られるため、天候による変化が要因の可能性あり。53日目、最初はサイクロンが原因だと思ったが、境界線を拡大させたのは高熱放射であることが判明した。この拡大により救える命はさらに増えるはずだ。もしかしたら新たなアーティファクトが出現するかもしれない。今回の出来事は間違いなく我々に明るい未来をもたらすだろう。54日目、 IPSF の職員が間もなくやってくる。我々の研究を中止させ秘密保持契約を要求するつもりだろう。このような書類に署名すればゾーンの計り知れない力を覆い隠せると。でも境界線の拡大が続けばいいが、さらに広がれば患者を救う新たな方法を模索することができる。ああ。他は何もないのかな。これだけかな。ここは。これだけっぽいね。何も入ってない。なんか豚の鳴き声みたいなのするんだけど、気のせいかな。この下も何にもなさそうだしね。これ壊せる？壊せない。ないね、何も。あー、豚がいっぱいいるね。マジか。あんまり弾無駄にしたくないよね。よし。弾の無駄かな。死んだね。もう一匹そこにいるね。よし。で、降りようか、じゃあ。あんまり豚いっぱいいても困るしね。いんのかな、まだ。あ、いるね。マジか。危な。危ないぞ。とりあえずこっち行こうか。回復しておこう。で、あ、やばい、来てるね、こいつ。マジか。夜になってきたね。やばいな、こいつら。うわ、いっぱいいるじゃん。うわ、やばい、これ。これやばいぞ。これ死ぬ。このままじゃ死ぬな。やばいね、来てる。
マジかこいつら。こいつらとやり合ってたら弾がいくらあっても足りないね。うわ、ここにもなんかいるけど、犬じゃん。マジか。マジかこいつら。この小屋の中入りたいね。いた、いた。当たんないね。よし。何匹いんだこいつら。結構いるね。ここに一匹いるね。なんだ、敵もいるのか。こいつ仲間か。3体ぐらいいるね。こいつ敵？味方？撃ってこないね。味方かな。あー、そうだね。味方っぽいね。助けてくれるんだ。オッケー。いいじゃん。よし。なんだ。まだいんのかいね。じゃあ、あとはこいつらに任せて。この辺かな。この辺に行くのかな。そうだね、ここだね。マチーフを探す。ここは。お、アイテムがあるね。パンがいっぱい置いてあるね。あと弾丸があるでしょ。なんだこの下か。マジか。この小屋にもなんかあんのかな。これいける？いけないか。こっちからは入れないのかな。なんかあるね、こんなの。一応入れるね。ロック中。あ、入れないのか。じゃあこっち行こうか。なんかやばそうだね。しゃがんでいく感じ。オッケー。そうだね、この中にこのマスチフか、マスチフを探しに行く感じね。オッケー。で、誰かいるよ。寝てる。他にはいないのかな。こいつ誰だ。何が起きたんだここ。血だらけだけど。手当てとかしてたのかな。怪我して。上行けるね。ラック。あれ、さっきのとこに続いてんのか。オッケー。これは関係ない。写真があるね。
子供の写真かな。これじゃないもしかして。違う。こいつは敵なさそうだね。Do not fear. Come closer. 怖がらなくていい。Are you looking for your friend, Lona? What did you do to Mastiff? He was wounded. Badly. He didn't stand a chance without my help. I took him here and treated his wounds. Oh, いいやつじゃん。Don't worry. Your friend will live. I knew this would happen.The monolith has brought us together once more. Never lose sight of yourself. You should leave, Stalker. I do not want to harm anyone, but these people are out for my blood. How can I help you? You could try talking them out of it. I rescued your friend. This is the truth.But is the truth really what they want? Okay, なんか手伝うのかな。で、こいつはこれじゃん、マスチフ。おお。これも超常現象かな。浮いてるけど。それっぽいよね。やばいじゃん。なんかすごい戦ってるけどみんな。外で。大丈夫。で、ここ行くんだね。マジか。こいつら悪いやつか。I came here to find my Steve. ちょっとやってみようか。I already checked the building. There's nobody there. これどっちが悪いやつなんだ。わからんね。やばいじゃん。戦ってんじゃん。待って、俺巻き込まれるじゃん。こいつらはじゃあシカとしていいのかな。とりあえず目的地に向かおう。そうだね、こっち行くしかないね。雷が鳴ってるね。やばいんじゃん。おっと、雷落ちてくる。もしかしてそれやばそうだね。こっちかな。そうだね、とりあえずここ出てまっすぐこっち向かう。やばいな。すごい、すごい雷だ。怖いね。おっと、なんだ。逆方向だね。
こっちか。そうだね、こっちの方だね。なんか危険なマークがついてるよ。やばいね、だいぶ。そうだね、ここまっすぐって感じだね。おお、すごいよ。こいつ、こいつまだバードウォッチングしてんの。マジか。危ないんじゃないの、こんなところで長時間いたら。こっち行こうか。すごいね、雷が。ひたすらまっすぐ行く感じだよね。ついてるよ。これはなんだ。あー、座れんのか。マジか。で、雨宿りする感じ。なるほどね、こういう場所もあんだ。まずこっち進んでいこう。この辺もこれありそうだよね。ああ、やっぱあったね。でこっちであった。そうだね、もうすぐだね。レンズのとこに行く感じだね。レンズに報告だ。すごいな。ここにもあるね。おっと、近かったよ今。だいぶだいぶ近かったね。なんだ、大丈夫か。 OK、 今バグったね、ちょっと。でレンズのとこ行くのね。ここだ、よし。Need anything fixed? Come on, speak up. I figured out what happened to Mastiff's group. Mastiff's group got wiped out. Mastiff himself was being held hostage by a Monolithian inside an abandoned apartment building. I made sure the Monolithian won't cause any more problems. Here's your reward. You've earned it. To think how many people one crazy zealot could kill.Back when the Scorcher was still online, the Gathers used to clash with those freaks around Zelicia. It used to take 5 Stalkers to bring down a single Monolithian. If you had any less, you were screwed. You'd empty an entire magazine into one of them and he'd just keep on coming. They don't feel pain. 1300 クーポン。ちょっと少ないけど、もらったね、報酬。そっか、なるほどね。こんな感じの結構長いサイドミッションだったね。他にもなんかいろいろあるね。ちょっと色が変わったね。どういうことなんだ。
仲間になったとかそういう感じなんだな。じゃあ今回はこんな感じで一旦終わりにしたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。